万国騒動とは、1711年に、安防国法上藩で起こった、農民一揆である。北上藩一万国の所領27家村全体の、農民が参加したことからこの名がある。この一揆によって、藩主、八代忠孝は失勢を咎められ、北上藩は改役となった。詳細は、河合東左衛門を参照北上藩は、 安防国安防軍北上村に陣屋を置き周辺27カ村を収める一万国の小藩であったが、藩主の八代忠隆は、幕府の百人組頭、大藩党などを歴任した。このことが藩の財政難につながり、忠隆は1711年には職を辞して、財政再建を図らざるを得なくなった。忠隆が新規に召し抱えた家臣に、河合東西門という人物がいた。忠は、 河合に、御用人、上席が老として、財政再建のための全権を与えた。河合は、法営6年に、北条陣屋に派遣され、日田開発、灌外用水路の改作、保護林の伐採、売却、酒屋、工事屋の運上金の取り立てを行い、増収を図った。しかし、農販機の労液や、過酷な増長策の強行は、領民にとって負担の大きいものであった。 聖徳元年9月、河合が各村に割り当てた年貢量は従来の2倍近いものであった。これに対して農民600名が10月9日から10日間に渡って北上陣屋に押し寄せて減免を求めた。江戸屋敷に戻った河合の世を受けた部下は取り合わず、また河合は江戸屋敷に名主を呼び出して圧力を加え首謀者を探った600名の農民は江戸に出て 11月2日に、江戸屋敷にいる藩主への門訴えを行った。河合は一旦は、農民の要求を飲んだように装い、年貢減免の墨付きを与えて、農民たちを国元に返した。しかし河合は農民たちを追う形で、北条陣屋に赴き、11月13日に名主を陣屋に呼び出して、墨付きの奪還を図り、6名を投獄。 11月26日に捕らえた6名のうち3名を国部村、茅野の刑場で処刑。その採取は追放し、家財は没収するという弾圧に出た。また、農民に協力した大観公会や後米国定及びその息子の八七郎、常沖を処刑した。業界は国部村出身の時代官で国部村の名主、飯田長次郎とも親しい間柄であった。 名主の投獄を受け、農民側は再び江戸で訴えを起こすことを受け継ぎ、代表者が江戸に上り、11月20日に、老中の秋元高友に籠後訴えを行ったが、却下された。12月4日には、老中、安倍正孝への過後訴えが決行された結果、幕府は訴えを取り上げて審理が行われることになった。12月25日、表情書は、農民の訴えをほぼ認め、 河合は投獄された。聖徳2年7月22日に幕府の祭壇が下された。河合は息子と共に死罪、軍代、林武下雄及び大官、高梨一財門は追放され、藩主、忠敬は失勢をとがめられて、北条藩や白家は海役となった。農民側も捕らえられたままであった名主3名が追放に処せられた。この事件の記録は、後に、 万国騒動日録としてまとめられた。成立年代は18世紀中央以降とみられるが、筆者と共に不明である。この万国騒動日録については、桜総五郎の伝説的な自席の筋書きとの共通点が指摘されている。この共通性から万国騒動日録にフィクションの部分が多いと見なす解釈と万国騒動を参考に桜木民伝が作られたという解釈がある。 国分寺にある三義民の墓、茅野のの形状跡は、立山市指定史跡となっている。処刑された3名は、三義民と呼ばれ、地元では広く知られた存在である。国分寺には、三義民の墓や1910年の200年延期の、際に建てられた安保軍三名主の日、三義民250年延期供養塔がある。毎年11月26日には、 国区民によって三義民命日祭が行われている。2010年11月20日には、万国騒動安防、三義民三百年祭が取り行われ、義の伝承碑が増立された。行外不死の墓は、近代寺にあり、石碑と標柱がある。万国騒動のおよそ30年前に、安防軍大神宮村で、エッソ事件が発生している。天那二年、領主であった旗本、 河野三左衛門の火星を幕府に訴え出たものの、敗訴となり、名主、小柴三郎左衛門ら7名が処刑された。義民、七人様として、地元で語り継がれている。万国騒動が発生した時期は、荒井白石を中心に惑星が進められた時期である。荒井は人生を掲げて、農民、民衆の声に耳を傾け、幕府による公平な裁判の実現を図ったと評価される。 1711年7月に発生した越後村上藩三条領の農民が王将屋の不法を幕府に訴えた4万国領騒動に対し1711年10月12日の表情書判決では農民側の訴えが認められた。ありがとうございます。